気学園気学園は南韓国立私立中学受験を専門とする進学教室学習塾である。主な業務は小学生を対象とした中学受験学習指導。略称はまれ気学園化は明日への出発。1992年設立気学園園理事長は前田拓郎。1992年当時 浜学園内部で公然と専人講師不要論が飛び交うのに反発し、上位コースの有名講師陣を中心に独立し、気学園を設立。気学園のシンボルカラーは青。2009年6月11日より、学園長は黒田光平である。本部の所在地は大阪市淀川区13本町。東京へは2004年に進出し、東京本部は品川区上大崎。 気学園は生徒との距離の近さを第一とし、クラス担任、チューター制による手厚い指導と教科専属の講師による質の高い授業が気学園の大きな特徴である。授業は気学園で毎年新しく作成されるオリジナルテキストを中心に行い、授業、宿題プリント、復習テストの3点セットで復習中心の学習を行うことで学習した。 内容の定着を図っている。気学園に入るための塾も存在する。小学校1年生から小学校6年生を対象に講座を開設している。基本的な内容を網羅するための講座をベーシックコースと呼び、授業と先週の授業範囲からの復習テストと計算テストで構成されている。ベーシックコースでは PEC0 から9までのクラスがある。また、 授業後には講師に質問できる無料の居残り自習が設定されている。クラスは学力別クラス編成であり、復習テストや隠し模試の点数に基づいて来月のクラスが決まる。他に各科目ごとの補強講座や実践、最高レベル特訓などの応用講座、公開テスト成績優秀者のみに限定した、ナダクラブやプレミアム特訓、6年生からは、 志望校別のブロックに分かれ、各学校の出題傾向に沿った問題演習を徹底的に行う志望校別特訓などを解説している。さらに祝日や受験直前には、各種模試や様々な特訓授業が開講される。毎月第2日曜日には学習の習熟度を測り、成績の変動、今後の課題を知るための公開テストが全学年一斉に行われる。 入塾テストも兼ねており、多塾からの力試しの受験生も多い。その他、学年ごとに、実力判定テスト、志望校判定テスト、合否判定テストが行われる。小6になると、各志望校別の予想問題で模試が行われ、実際の受験スケジュール通りの実施時間、合格発表のスタイルをとり、受験本番への緊張感を持った模試が行われる。 プレナダ中模試は毎年恒例の名物になっており、プレラクナン高等学校付属中学校模試においては、実際の校舎を借り切って行い、より本番に近い緊張感を持つことができる。2010年4月、同業者の浜学園が作成した模試を登用し、全問または一部の問題を使用していたことが発覚した。正午までは、ホームドクター的な存在として、 プレチューターが設置されており、懇談などで親が話を聞くことができる。小六になると、クラス担任に代わり、チューター制度という担任制度が取り入れられる。これは、専任講師が熟成一人数とに対して、担当につき、電話、交換ノート、個別相談を中心に勉強方針の徹底を図ることで、教科官の連絡を取り、個別指導に役立てるもので、 志望校合格に向けて生徒の精神的支柱ともなる。入試前日には各志望校ブロック担当の講師が直接塾生の自宅や宿泊先に電話を入れ気分を和らげ安心して受験に臨めるようにお休みコールを実施している。入試会場に足を運んだ塾生には講師からの激励の言葉が書かれた合格回路などの合格グッズが 講師から直接激励の言葉と共に手渡される。また、無駄な緊張を緩和し力を出し切れるように簡単なミニ講義がすべての学校で行われる。入試開始直前になると、絶対に合格するぞと掛け声をかける姿が見られる。このように多軸も含め応援合戦の様相を呈するのは、関西独特の一般的な入試風景である。気学園では、入試前になると、 国旗蜂巻を締めて授業を受ける塾生が多くなる。蜂巻に学園長をはじめ講師に際にやメッセージを入れてもらい、気合を入れ、あるいは合格を祈っている。だからこそ、卒塾後も蜂巻を気学園での中学受験の思い出として残しておく生徒が多い。青い蜂巻はどの学年でも500円で買える。白い蜂巻は6年12月に全員もらえる。 松谷美代子、谷川俊太郎、小見太郎をはじめとする作家、詩人が、同社とサピックスがそれぞれ発行している、問題集に勝手に作品を掲載され、著作権を侵害されたとして、2007年6月21日、東京地裁に出版差し止めの仮処分を申請するとともに、同社に対して約2400万円の損害賠償請求訴訟を起こした。 2007年12月25日に和解に至っている。その他、浜学園が作成したテストを流用したとして、2010年3月5日に大阪地裁に著作権侵害差し止めの請求を起こされた。ありがとうございます。